is モンスタージョン TV 始まりました。モンスタージョン TV、 この動画を見るときはグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画を目指せ1000いいねでいきましょう。ということで本日7月22日はワンピースの日、21周年でございます。そしてジャンプも50周年でございます。ということで今回はスペシャル企画でございます。前回に続き週刊少年ジャンプ最強キャラランキングっていうのをねやっていきたいなと思います。前回もねみんながもう想像もつかないようなねキャラクターがこうランクインしてきたと思いますが、今回はもうそのトップですからね、さらにもうめちゃくちゃなねパワーを持ってるやつらがランクインしております。さあみんなが考えるそのね1位2位3位だったりと僕が考えてる流れがどこまで合ってるのかね、ちょっと今回ね答え合わせ的な感じでね一緒に見てもらえたらなと思います。それではやっていきましょう。早速5位でございます。5位はハンターハンターメルエムでございます。メルエムがここでランクインでございます。そうそうたる面々がねそれまでにおりましたが、それを超えるメルエムでございます。メルエムはねもうねぶっ壊れですよ。あれはもう初期状態でもめちゃくちゃ強かったのに、ブフとかユピーを食ったことによってさらにパワーアップ、そしてその食ったもののパワーを使えるというめちゃくちゃなね能力でございましたが、なんとかネテロの捨て身のねあの毒攻撃によってなんとか勝てましたが、正直その毒っていうのがない限りではパワーだけではね彼に勝つのはきつかったんじゃないですかね。十二神とかだとどうなんですかね、ジンさんとかがやってどんな戦いになるのかっていうのは気になるところでございますが、正直ねメルエムは結構きつかったと思いますよ。逆にあの毒で一発で殺せたっていうのはね本当に不幸中の幸いというか、あれをあっけないと取るのかそれ以外に手がねえなと取るのかはねまた人それぞれだと思いますが、やはりメルエムはね最強のキャラでございましたね。そしてまだまだ暗黒大陸にはああいったようなキャラクターが他にもいますからね。ハンターハンター現在止まっておりますが、今後この暗黒大陸に入ったらもうめちゃくちゃになると思いますよ。メルエムでもランクとしてはまだ一番上とかじゃなかったですからね、その上を行くものは一体どんなものなのか、果たしてどうなるのかっていうところでございますが、暗黒大陸で逆に生活をしているドンフリークスというものもね気になるところでございます。ゴンの父がジンであって、さらにもうその先祖的なところに来るのがドンフリークスでございます。ゴンフリークス、ジンフリークス、ドンフリークスと来るわけでございますよ。一体どんな力を持っているのか、実質彼はまあメルエムを超えるような力になるんで、このランキングで言うのであればまあ彼がここに入ってくるであろうというところでございますが、まあまだ出てきてないというところでとりあえずはメルエムという感じでいきました。実際メルエムはね食えば食うだけパワーアップするわけなんでね、一体どこまで強くなるのか、その先もねちょっと見てみたいような気もしましたね。続いて第4位でございます。その上を行くハオでございます。こちらシャーマンキングからハオがランクインしてきました。ハオはねもう登場した時からめちゃくちゃかっこいいなと思いましたがね、何より一番衝撃的だったのが彼の浮力でございます。彼125万というねぶっ壊れな浮力を持っていましたが、これね最終的にもうねシャーマンキングが終わるタイミングになってよ、そのタイミングですら主人公のヨウ君は10万8000っていう浮力だったんですよ。だからその最終回の方にまで行ってもヨウ君はそんなレベルだったのよ。10万8000っていうね、もちろんメンバーにはそれを超えるチョコラブだったりとかもいたんだけど、それにしても圧倒的な差で125万っていうぶっ壊れな浮力でございます。そして彼は転生をできますからね、彼を完全に殺すっていうのは大変なんじゃないかなと思うんですよね。そしてあのスピリットオブファイア、あれはめちゃくちゃかっこいいね。僕ねあのシャーマンキングカードとかやってたんですけど、その中でねゲットして一番嬉しかったなと思うのはハオなんですよ。これっていうのはゲームボーイの1種類2種類それ両方買って応募券を送るとみんなにもらえるっていうハオなんだけど、それがかっこよくてね、普段はマントをやってるんだけど、そのマントが上がっていて髪の毛もなんかこう上がってるような感じでめちゃくちゃかっこいいね青だったんですよ。確かね3体召喚できて60の浮力に対して260の HP、 そんな感じだったかな。これ合ってたら嬉しいよね。そうもう今でもね本当そういう感じでね記憶はねあの残ってるぐらい、本当あのハオっていうのはね強くてかっこよかったんだけど、そのスピリットオブファイアっていうのもまたかっこよくてね、
能力がやばかったね。あれっていうのは属性変化っていうのができて、そもそもスピリットオブファイアは炎でございます。で、その炎を殺すために一回エクスローズのね、ブンスターってやつが爆弾を使ったんだね。それっていうのはそこの空気を全部もうなくしてしまうようなね、これならスピリットオブファイアをもう完全に消せるでしょうっていうような爆弾を使ったんだけど、まさかのスピリットオブファイアがそこで属性変化水になってしまったというね、もうデタラメでございますよね。そんなん勝てるわけねえじゃんっていうね。そしてパワースピードも覇王は半端ないです。このスピリットオブファイアのでかいのがいる状態でも相当な強さなんだけど、それをさらにオーバーソウルとして使っていくともう化け物になるんだよね。だからこそここでのねランクインになりますが、浮力125万っていうのはもはや何でもできちゃうようなレベルなんだよね。言うのであれば多分ハンターハンターのクラピカのねエンペラータイムみたいな、そんな感じじゃない。別に攻撃食らっても速攻回復みたいなね、そんなようなレベルなんじゃないかなと思います。そして彼のスプリットオブファイアも同様、食えば食うだけパワーアップしていく。彼は前にシャマシュを食ってね一気にパワーアップをしましたが、これを続けていけばまあめちゃくちゃな力になりますよね。だからこそやはり彼がねここにランクインするのかなと思います。結構迷いましたよ。結構メルエムとね迷ったんですけども、まあちょっと個人的な意見も含め、ハオがやっぱりね好きなんで、ハオのねその好きっていう気持ちも踏まえて迷いに迷った結果、ここでのハオがランクインという形になりました。シャーマンキングは本当僕大好きでね、大会とかにも行ってたんですよ。今でもねあのまだカードのファイルとか持ってて、今でもシャーマンキングカードまたやりたいなって思う気持ちもあるんですけどね。ということで続いてのランクインでございます。続いてはドラゴンボールから3位にランクインした悟空でございます。これもね迷いましたよ本当に。そもそもやっぱいろんな作品から入れていきたいなと思っていて、そうなった場合まあ難しいんですよ。この10位だけで決めていくっていうのが本当に難しいということで、まあ普通であればベジータ悟空っていう風に来るところなんですけども、まあまとめてドラゴンボールキャラクターを一つの、まあ、ドラゴンボールっていうジャンル、そしてまあ悟空に託したというところで、やはりドラゴンボールではね悟空が今のところ多分一番強いとは思うので、悟空がここでランクイン、みんなの力を託してオラに力を分けてくれっていうことで悟空がここにランクインでございます。彼がじゃあなぜハオとかに勝ててくるのか、やはりねハオもそういう風に蘇生したりしますが、そもそもドラゴンボールではそういった何度でも生き返るような無敵キャラって無限に出てきてるわけでございますよ。それこそセルだってそうなんですよ。彼ですら完全に原型をなくすぐらい消し飛ばしてあいつら勝ってるわけでございますから、まあそれもそうじゃないですか。そしてベビーだってそうだし、魔人ブーだってそう。どうやってか必ずやはり倒し方っていうのはあるわけで、それを見つけていくのが悟空たちでございます。だからこそ今までの勝利を収めてるわけであり、それ同様にハオも倒せるんじゃないかななんて思います。そしてねハオの戦い方を見てると、言うてなんかちょっとねドン中な感じはするんだよね。だからこそあのスピードであれば正直悟空たちも全然捉えれるんじゃないかなと。そもそも持ってる潜在能力がもう圧倒的に違う。だってさカメハメハ1個で地球吹っ飛ばせるぜ。セルの時のベジータの攻撃ですらも地球を吹っ飛ばせるようなレベルだったわけだから、身勝手の極意なんてゲットしてる悟空さんがね何か放ったらもう地球丸ごとなくなりますよ。それをピンポイントでハオにぶつけたら跡形もなくなるんじゃないかなと思うんですよね。仮に属性変化をねスプリットオブファイアがかましたとしてもあまり関係ないんじゃないかなと。メルエムも同様、なんならメルエムこそもうフルボッコにできるんじゃないかなと思うんですよね。メルエムの方がなんかドラゴンボールにいそうなキャラクターじゃないですか、ああいうのはね。だからこそ悟空ってのはメルエムより上、メルエム的なところで言うのであればやっぱりセルとかマジンブーとかになると思うんですけど、吸収的な要素を考えるとね、そこにさらにそういった無限の命というかそういったのを踏まえると覇王が出てくる。でもその覇王をやはり超えてくるのが悟空っていう風になるんじゃないかなと思います。やっぱねスーパーサイヤ人は強いですよ。そ
そしてドラゴンボールはね、もう今力ぶっ壊れてますからね。ベジータさんも言ってましたね、もうこれはスーパーサイヤ人のバーゲンセールかって言ってたぐらい、もう本当にねバーゲンセールが行われてるのはもう力はもうみんなぶっ壊れでございます。確かにハオもぶっ壊れている。もうワンチャンね、ハオのこの力のぶっ壊れがシャーマンキングをね夢落ちに追い込んだじゃねえのかって言ってもね過言ではないぐらいぶっ壊れた力をね125万の浮力を出しておりますが、それを超えてくるであろうドラゴンボール悟空なんじゃないかなと思います。でも本当に心苦しいところでございます。ドラゴンボールから出てくるのであればベジータも出したいところですし、ジレンもいますからね、本当にねなんかちょっと心苦しいところではございますが、まあ10位を決めていくとなると、まあ悟空さんに託してというような流れになります。そしてさらにこの上を行くもの、一体誰が行くのか、みんな想像つきますか？つかないでしょう。そうなんです、とんでもないのがねこの後にまだいるんですよ。続いて第2位やっていきましょう。第2位はゼンちゃんでございます。こちらドラゴンボールからゼン王様でございます。ちょっとねチートだと思ったでしょう。言うのであればウルージがみんなを倒せるようなね、ウルージが4号でした、なんならウルージが海賊王でしたみたいな、そんなような勢いでゼンちゃんを出しましたが、でも全然ねこれはねありえます。全然ゼンちゃん、君の全然ゼンだなこれ、ゼンちゃんがここにランクインするのはただのネタではなくて、ガチでその力を持っているからです。彼はだって消そうと思ったものを全部消せちゃいますからね。それが地球であれ、人物であれ、なんであれ。だからこそ今まで出てきたようなキャラクターたちっていうのは全てゼンちゃんにかかれば一瞬で消せちゃいます。それほどの強さを持っているゼンちゃんでございます。まあまあまあちょっとねチートな感じもするし、いやーそれずるいじゃないですか、マジインガザラシスはジョンさんってみんななると思うけど、だけど最強ランキングを決めていくわけですからね。ワンピースの巨乳ランキング同様にね、1位にズニーシャが来るっていうぶっ壊れが来ましたが、今回もやはりね全ての可能性を考えてその上でのゼンちゃん、まあズニーシャはね本当に女の子かどうかって言われたらねちょっと疑問も残りますが、だけどゼンちゃんがここに来るって言ったら全然疑問は残らないでしょうね。これは全然ねズニーシャと比べると筋も通っている話だと思います。ではゼンちゃんが第2位ですからね、この流れでいくとゼンちゃんが第1位じゃないですか。だけどそれをさらに超えてくるものがいるんですよ。皆さん想像つきますか？これまあ、もしかしたら分かる人は分かるかもしれない。第1位いきましょう。第1位はデスノートから天音美沙、もしくは三上テルが来るんじゃないかなと思います。なぜ彼らがここに来るのか、ただの人間でございますよ。デスノートを持ってるからでそんな強いんすかってなるんですけども、彼らに共通しているのは死神の目でございます。これを持っていれば相手の名前が見れちゃうわけでございますよ。名前が見れればそのままノートに削除って言ってそのままかけちゃうわけでございますよ。もうそれで試合終了ですよね。びっくりでございますよ。諦めたらそこで試合終了とねどっかの先生は言っておりましたが、もう諦める以前にもそこで本当に試合終了です。削除、これで終わりです。でも待てよと、いやいや確かにノートに書けばそこで終わりかもしれないけど、書く前に殺せばいいじゃんっていう風になるじゃないですか。それこそ悟空にしてもメレムみんなも瞬速でございますよ。なんならこのトップ10みんな瞬速でございます。一瞬で倒せます。そうですが、仮に初対面だった場合よ、そのままどういう風に戦うかわからないわけだから、ノートを書いて戦うどうこうとは考えないじゃないですか。なんならねもっと考えるのであれば、これはねちょっと状況にもよりきれでございますが、もう先手必勝としてはこいつらは鬼なんだよね。見てはい書いて終わりなんですよね。だからこそもしも能力がすでに漏れているような状態とか、もう怠慢をやりましょうっていうような条件でない限り、こいつらが他の戦士たちを全部それで倒せるんじゃないかなと。そしてゼンちゃんにもやはり名前はちゃんとあって、そしてそれも殺せるんじゃないかなと思います。まさに死神が神を倒すっていうようなね、そんなような状態になってくるんじゃないかなと思います。ただこれはねゼンちゃんに次ぐやはりとんでもないチートだったりとか、状況、いろんな状況を踏まえてのこの結果になるので、まあ一概にこれが全てとは言いません。だからこそ状況によっては彼らは一気に最下位になるっていうこともありえます。
ますよね。対マンで戦うとなった場合、相手が何かをする前に、なんならこういう風に出した瞬間にやはり攻撃するじゃないですか。ノートを出したってことはこれで戦うんだろうなみたいな、言うのであればハンターハンターで相手がブックって言ったのにもかかわらず何もせずに待っている状態、いやどう考えてもこいつスペルカード飛ばしてくるやんってわかるじゃないですか。それ同様でございます。だからこそ相手がそういう風にブックって言ってデスノート出した瞬間に攻撃を仕掛ける。もうこれはね鉄則でございますよ。はい、いかがでしたでしょうか。状況によってはこのランキングデスノートだけちょっと変わりますが、ゼンちゃんがまあ1位に来るんじゃねえかなと。まあこのままでいくのであればデスノートの天音美沙、そして三上輝が上に来るんじゃないかななんて思います。だけど正直ね、これだけで完結させるのも本当にね、なんかもう申し訳ないなっていう気持ちはあって、他にもいろんなアニメがあってめちゃくちゃ強いキャラクターたちっていうのはいるんですよ。それこそねジョジョのジョルノ・ジョバーナもめちゃくちゃ強いんだよね。自分を攻撃してくる相手の動作、そして意思をゼロにしてしまうっていうぶっ壊れ、これって言うのであればどんなスタンドを使っても完全に無力化されてしまうっていうチート級のねキャラクターなんですよ。だからこそ誰かと戦うってなった場合、この能力を使われたら結構きついんじゃないかなと思うんですよね。まあ迷いましたよ。ジョルノ・ジョバーナも結構ねランクインありえるんですけども、まあ今回はっていうところで、そして他にもねトリコからもね猛者はいっぱいいるんですよ。それ以外でもいろんなところにね強いキャラクターはいるんでね、このランキングが全てってことはまずないですけども、これも一つとしてね楽しんでくれたらなと思います。逆にみんなが思うこの今僕が出したアニメの中からではなく、他からも入れてみんなの思う、まあ週刊少年ジャンプ限定ね、ジャンプ限定の強いキャラランキングっていうのをねコメ欄に書いてくれたらなと思います。結構ねこれはみんなでね共有したら面白いのかななんて思いますからね。そんな感じで今日はこの辺で、改めてワンピース21周年、そして週刊少年ジャンプ50周年、おめでとうございます。最後に皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。あと少しでチャンネル登録が10万人になります。今見てる初見の方、ぜひともピッと押してくれたら嬉しいです。そしてもうすでに見ているけどちょっと迷ってるんだよなっていう人、 OK、 その迷いをもうね解消しちゃおう。とりあえずチャンネル登録ボタン押しちゃおう。ワンチャン通知ボタンあるから、あのベルマークをねパッと押しちゃいましょう。 OK。 そして私ツイッターをやっております。ぜひとも私のツイッターもフォローしてくれたら嬉しいです。ちゃんとねリポ送ってくれたら僕フォロー返しますからね。ジョンさんフォローしましたよってね一言言ってください。 OK。 そんな感じでまた次回お会いしましょう。 See you next time。